まるまる編集者。出口さん、太陽背負いすぎて眩しい。出口すみません、そのスイッチ間違えちゃったかな。眩しいですよ。すみません。はい、さくらさん、流し目でごめんなさい、ね。第2回目です。はい。先月から始まりましたまるまる編集者、はい。手応えいかがですか。ありすぎてどうしていいか分かんないです。本当ですか。はい。でもファンの人から一人からも感想言われてません。なんせね、これ月一の番組なんで、ね、そうですね、まだ感想言われてないのでもう受け付けてます、感想。そうですね。さて2回目の今日なんですが、はい、ズバリね、まあ指原さんのファンの皆さんにも食いついてもらおうと思いまして、はいはい、グルメ、お食べ物は数字上がるらしいですよ。そう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 、食べ物と動物がいいんですって。あ、そうなんですか。次から動物も出しましょう。わかりました。今日はベターなものを食べてもらいたいと思うんですよ。はい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 。あの皆さんね、何の疑いもなくベタなグルメ、美味しい美味しいって召し上がってますよね、はいはい。果たしてそれが本当に美味しいのか。美味しいですよ、流行ってんだから。すでに美味しいもの流行って、もうマジで眩しいんですけど。なんかすみません、はい、なんかごめんなさい、はい、ね、はい、なんですけど、はい、まあ指原さんに改めてね、その福岡のベタなグルメ本当に美味しいのかというのを検証してもらおうと思って。そうですね。ね、題して今さら福岡ベターグルメツアー、昔流行ったグルメは今食べても美味しいのか。あれ、ちょっとなんかちょっと恥ずかしい感じになってますけど、はい、ちょっと反応してくださいよ、テレビなんですから。盛り上がってんな、原さん盛り上がってんなと思って。出口さん、今日私もね、実はグルメの番組でね、はいはい、行ったことがあるんですけど。あるんですか。はい、いや結構有名なんだ。有名なんですよ。なんと1日に800個も多い時で売れるという。800個。はい、すごいお店だ。肉まんがありまして、はいはいはい、見えてきました。ここ指原さん、ここです。これお店の名前見えますかね。ハウズハウス、なんだかちょっと怪しい。はい、肉まんというポピュラーな食べ物で、見た目のインパクトこそ弱いものの、その価格と変わらない美味しさで地元から愛される一品です。こんにちは。いらっしゃいませ。これどちらがおすすめなんですか。おすすめはそこにね、いろいろ書いてますけど、何が食べたいでしょうね。これ、はい、あ、本当だ。全部食べたいですよね。全部食べたい。でも指原さん、今日ね、指原さんがちょっとあの45分押してあの現場に入っていただいて。マジで。ちょっと時間もないんで。マジで本当ですか。あ、来た。熱いよ。熱い、うん、いただきます。嬉しい。お野菜が甘いのかな、何なんだろう。美味しい。玉ねぎ、ネギが甘いですね、うん、甘い。なんでこれ誰も教えてくれなかったんだろう、今まで。あれ、指原さん、めっちゃくちゃ美味しい。もう座っちゃうぐらい本当に美味しい。さあ指原さん、んさ、肉まん持ってね、次行かないといけないんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、行きますよ。すいません、バタバタで。はい、ありがとうございます。また来ます。はい、行きますよ。もう行くの。そう。糸島です、指原さん。ちょっと寝すぎて記憶がちょっとおかしくなって、起きた時何してるのかよく分かんない状態になりました。ですよね。なんかどこみたいな。はい、ここでもですね、もう福岡の皆さんならもう皆さんも本当ご存知と言っていい、とっても美味しいね。私も知ってます。あら、テレビで見た。お、知ってますよ、こうやって。そう、え、指原さんしたことあります。ないんです。今日はやっちゃいましょう。やってごらん。つまんでごらん。はい、やったね。行きましょうか。ということでやってきたのは福岡で大人気のスポット糸島。地元で採れた野菜や加工品を販売するにぎやかな春でいただくのは、今や全国的にも有名な卵、つまんでごらんを使った卵かけご飯です。その圧倒的な認知度と見た目のインパクトは、
福岡を代表する B 級グルメです。もうあの全国からも問い合わせがあるほどの卵なんですよね、店長さん。そうですね、この名前を知っていただけるお客様が今増えてきてまして、そうですよね、本当につまめるんですよね、はい、そうなんです。そのくらい福岡では、まあ、ベタな愛されている卵なんです。なるほど。じゃあちょっとつまませていただきます。はい、食べたいです。はい、どうなんですか、人妻から見てこの卵は。いや、人妻的にはですね、これ白身が2層になってますよね、うん、外側と内側、うん、この薄いこのところがですね、水溶卵白って言って、このプリッとしたところがですね、濃厚卵白っていう、いわゆるゼリー状の白身なんですよ。これがですね、本来鶏の卵にある状態なんですよ。へえ、知らなかった。ねえ、どうやってつまめるんですか。つまんじゃいますか。そうですね、このプリッとしたところがと思いますよ。いや、でもこれで正解なんです。あ、そうなんですか。もうそのまま UFO キャッチャーみたいにこう一回こう持って、でちょっとこの指の間から白身を落とすような感じで。大丈夫ですか。あ、そうです、はい、白身すごいんですよね。でこれをすごい、もうすごい、はい、で、あ、待って、割れた割れた。いいですよ、これで外してもらって、で一回黄身を置いて、置いていいですか、下に。はい、結構ガッツリいってもいいと思うんですけど上手ですね。上手。マジですごい、本当にすごい。これどうですか。超丈夫なんです、全然割れない。揺らしても割れないですね、はい、うわーすごい、これ感動しました、めちゃくちゃ。これまず混ぜますよね。そうですね、まずその器で溶いてもらって。でも、あ、全然違います、入れた時の感じが。いつも食べてるやつと全然違う。結構しっかりその切るように混ぜてもらった方がいいかもしれないですね。なるほどですね。吉山さん、つまんでご覧食べるのは初めてです。なんかその前に番組の時にメンバーが食べてて超美味しそうで、うわ美味しそうって言ってて、で今回はサッシンにお土産を買っていきますみたいな言って、届いたのがなんか糸島の糸ゴンっていう T シャツが届いて、あ、糸ゴン、はい、ゆるキャラですね。なんでこっち買ってきたみたいな。食べたかったんです、だからずっと。あ、よかったですね。いただきます。じゃあ早速、ちょっと緊張するな、なんか美味しいもの食べるの。いただきます。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。すっごい味が濃い。私卵の味濃いと思ったことないんで分かんなかったんですけど、本当にしっかり味がしますね。おいしい。何これ、これご飯おいしいですね。ああ、ご飯もですね、糸島で取れたり。ご飯がおいしい、めちゃくちゃ。最近砂糖のご飯しか食べてないから。ああ、もうじゃあ全然違うと思います、うん、違う。やっぱ砂糖のご飯もおいしいけど、こっちのご飯の方がおいしいわ。どうですか、今まで食べてた卵と福岡のつまんでご覧。全然違います。買って帰りますもん。実家に送ります。あ、なるほど。はい、あのさっきね、マネージャーさんにお財布取ってきてっておっしゃってました。はい、お財布取ってきてもらっても買って帰ります。絶品のつまんでご覧をしっかり買って、続いてのお店に向かいます。さあ、続いての福岡ベタグルメは、はい、むっちゃんまんじゅうです。最後は言わずと知れた福岡が生んだ B 級グルメ界のキング、むっちゃんまんじゅうです。福岡のティーンから圧倒的な人気を誇り、認知度、価格、インパクト、どれをとっても申し分ないド定番グルメ。これは福岡のベターグルメ、もう福岡の高校生がみんな食べているんじゃないかというような。なるほど、そうなんだ。はい、でも指原さん召し上がったことあるんですね。ありますよ、もちろん。聞いてください。はい、私ないんですよ。え、マジですか。実は、いや今日ね、もう本当初めてこのお店に伺えて、もう光栄です。ありがとうございます。マジですか。めっちゃありますよね、店舗。そうですね。私多分2回ぐらい食べたことありますよ。あ、そんなにですか。うん、ちなみにお仕事ですか。お仕事もあるし、普通差し入れでいただいたこともある。あ、ないんですか。そうなんです。そうそう、だからね、じゃあ出口さんが食べてくださいよ。だって、ね、私は知ってるもん。
ですね、うん、ですね。ハムイグとカスタードお願いします。はい、食べたことないんですか？そうなんですよ。私社会人になってから福岡に来たので。え、どこの出身なんですか？あ、大阪です。え、本当に？もう1年以上一緒にお仕事をしていましたが初めて言いますね。私大阪出身なんです。そうなん、なんでやねんとかじゃ言うんだ本当は。あ、言います言います。どないやねんつって。なんか嘘みたい、伊勢関西弁みたい。いやいや、ネイティブです。私ネイティブなの。そうなんですよ。なんてことを言っていたら、はい、来ましたね。ありがとうございます。こちらがハムエッグです。はい、こちらがカスタードです。ありがとうございます。はい、どうぞ。これあ、かわいい。本当だ。ムツゴロウっていう、あの有明海にしか生息していない、まあ、お魚のような生物がいるんですよ。だから、あ、何なんだろうと思って食べてた今までずっと。ムツゴロウです。知らずに食べてました。むっちゃんまんじゅうのムはムツゴロウのムです。目か口で魚の形ってことか。そうそう。知らなかった。指原さん、ムツゴロウも食べられるんですよ。え、やめた方がいいですよ。本当。あ、まあ、じゃあそういうことか。違う、勘違いしてた今。どういうことですか？どういうこと？どういうこと？ムツゴロウさんのこと食べました。違います。本当に間違えた。本当に勘違いしてた。いただきましょうかね。はい、いただきましょう。はい、じゃーん。お、いいですね、カスタード。おいしそう。こっちはハム。あ、こういうことなんだ。あ、マヨネーズの香りがしてた。こっちの方が美味しいですよ。え、どういうことですか？これ美味しいんです。卵が美味しいんです。なるほど。じゃあ卵が入ってる方を先に食べよう。いただきます。いただきます。うん、お、おいしい。生地が甘くって、周りの生地が甘くって、中はあのマヨネーズでちょっとこう酸味もあって、おやつのような。3つ食べた。本当ですか？はい、3つ食べました。さあ、指原さんはカスタードです。うん、普通のカスタードとなんか違う気がする。でもやっぱさすがベタグルメ、美味しいですね。うん、なんか福岡の人っぽくなれたような。大分県民だけどですね。私も大阪府民だけど、なんか今日めっちゃ意外ですよ。え、そうですか？大阪感ゼロ。大阪弁聞いたことない、出口さんから。そう、喋ってみてください、大阪弁で。え、などう。じゃあ、じゃあその代わり指原さんは大分弁ね。いいですよ、いいですよ。これめっちゃうまいな。めっちゃうまない？これ美味しいな。めっちゃうまいよな。え、怖い。何？怖い怖い怖い。福岡ベタグルメツアーということで、そのベタなグルメというのは今食べても美味しいのかということで調査したんですが、うん、今食べても美味しいですですね、うん、福岡ベタグルメいつ食べるの？ちょっと古いですよ、もう。ちょっとベタつながりで。ちょっと言ってください。すごい恥ずかしいじゃないですか。言ってくださいよ。びっくりしたんですけど。2ヶ月前とかならまだしも。だってベタ、今日のテーマベタでしょ。だってもうジェジェジェとか言ってる人いなくないですか。でも未だに。ちょっとダメですか。江口さん、それ倍返しだ。ですよ。ねえ、今でしょ。ジェジェジェ倍返しだ。おもてなし。おもてなし。フルコースですね。うん、入れた額の倍返しです。来ました来ました。お、どうも。おはようございます。お、初めから構えてる。今日も、うん、とっておきの企画を持ってきました。お、オリンピック決まったじゃないですか。うん、決まったね。東京オリンピック、東京オリンピック、うん、7年後。誘致のスピーチでいろいろ皆さん頑張ってたじゃないですか。ああ、やっぱ滝川クリステルさんとかね。おもてなしはブームになってるもんね。でその時に日本でやったらもうすごく安心だよと、オリンピック、うんうん、でなんで安心かっていうと、財布落としても 100% ぐらい戻ってくるみたいなこと言ってたんですよ。うん、それ以上言うな。それ本当かなと思って。ほらほらほら来た。あれ聞いて、ああ財布落としてもいいんだと思って、油断してて本当に財布落としちゃった人が戻ってこないってなると、言ってたことと違うやんかってなるじゃないですか。うん、ちょっとそれ試そうかなと思って。ほら来た、出た。そのお金はどうするの？いや、だからまあやっぱやる上ではもうコンバットさん自分のお金で。ちなみにちょっと財布見せてもらって。もうね、昨日ねパチンコ行ってたからないよね。あんまりないんよ。ほら全然ないわ。あ、なんだ、ほら全然。
え、全然、全然、全然、いやいやいや、やらないよこれは。これやるやん、はい、戻ってこなかったらもう本当終わりってこと。終わりですね、企画終わりってことただ小松さん、はい、そこはやっぱり我が番組も考慮して、うんうん、やっぱなくすだけのリスクじゃやっぱかわいそうってことで、うん、そりゃそうだよね、うん、入れた額の倍返しです、うん、来ました来ました。おだから1000円入れたら2000円ですよ。1万入れたら2万円。よし分かった、やろう、やります、やろう、オッケーです、いいよ。さあということで西通りやってきました。すごいねここの人通りそりゃすごいよね、一番人通り多いもんねここね。ここが一番やっぱ都会ってことで。そうやね、外国の方もやっぱこういう都会に来ると思うんですよね、うんうんうん、こういうところがもうどうなのか。特にこのスターバックスコーヒーの前は絶対来るだろうね外国人の皆さんは。そうなんですよ、いくら行きます。5000円いかしてください。行けます、絶対行ける。ここは一応倍返しで1万円ってこと。それはもう1万円返ってくるとはもう計算に入れてるから。なるほど。ここでルールを説明します。財布に現金と連絡先を書いたメモを入れ、番組スタッフが路上に放置します。その財布が拾われてから5分以内に電話があれば見事倍返しをゲット。もちろん電話がなければ企画終了。果たして財布は無事に戻ってくるのか。よ、この辺りで大丈夫ですか。スターバックスの目の前や。はい、起きました、起きました、起きました。あ、これ気づくんじゃないですか。お、お、この辺りで大丈夫ですか。スターバックスの目の前や。はい、起きました、起きました、起きました。あ、これ気づくんじゃないですか。お、気づいた、気づいたけども素通りです。気づいた、また気づいた、カップ気づいた、彼氏の方気づいた。あー素通りです。あ、ニヤニヤしてましたね今ね、二人とも。しょうがないですね。いやーこれは本当予想外。あ、女性も気づいた、気づいた。お、拾ってくれました。さあ、よーい、よーい、スタートスタートしました。あ、スターバックスにいきなりなんか入ってくれましたよ。ほら、女性の方、ほらスターバックスの店員さんに多分言ってくれようとしてるんですよこれ。お、あ、見てますね、見てますね、ものすごい見てます。おー、スターバックスの中入ってきました。これ絶対店員さんに言ってくれるんや、言ってくれる。で電話、あー行っちゃったんですね、預けてね、あの人の行こうか、行こうか。あ、拾ってくれました財布。あ、拾いました、ありがとうございます。すいません彼氏、すいません。はじめあれですか、あの財布見つけた時はどう思いました。あ、財布だと思いました。思いましたよね、はい、猫ママしようとかそういう気はなかったですか。あ、で、な、特にない。本当ですか。へえ。もう1割もなかったですか、そういう気持ちは。ありがとうございます。もうだからもう日本は安心できる国なんですよね。もうあなたのおかげでもう東京五輪決まったようなもんなんですよ。ありがとうございます本当。はい、いや安心できる国はやっぱり日本。ちょっとドローっすよね。なんで今違うじゃん、今見つかったやん、拾ってくれた人も見つかったし。でも電話でっていうのがやっぱルールなんで。でもここでもう一回やってもいいよ。勝つ自信満々や。額増やす俺。いやもう今の見たらがぜん有利やん、こんちゃん。あ、そうっすか。そらそうよ。ああ、じゃあもう一回戦、もう一回やろうか。次絶対電話かけてくれるもん。もう絶対 100% OK です。じゃあもう一回行きましょう。よし、それで安心できる国やねって皆さんに証明しますんで。どうします。ちょっとね、ちょっと増額していい。ちょっとね、今もう5000冊1枚しかないんですよ。あ、じゃあ今5000円なんで、うん、あ、プラ5000円ってことですか。プラ5000円でお願いします。
合計1万円でどうしようかなファイナル。それはまあちょっとお任せします。もし負けて取り返したいとかっていうことがあればまた。分かった、じゃあ1万円いかして行くよ1万。亀野さんこれ財布の中身ゼロになるけどね、本当の財布の中身がゼロになるけどね、本当の財布の中身が。さあ行きました、さあ京太郎行きましたよ、さあ起きました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 、京太郎起きました。さあスタッフが財布を置きました。さあどうするか、トラックが今ちょっと邪魔してますね。トラックが目の前、あーちょっとちょっとこの間に何があったらどうすんの、トラックちょっとちょっと。京太郎まだあるよ財布。あります。もうこれだけが、これだけしかないんですよもう。さあまだある。今あのカップルが持っていて、うん、男性が持ってます。持ってる持ってる持ってる、カップル拾いました拾いました、はい拾う。ああれ、うお、カーディガーディアガーディア、はいもしもし、はい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 、あそうなんですか、ありがとうございます。あのちょっと落としてたんですよ、じゃあすぐ行きます。はい、やったー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 、よしよし、皆さんすみません、 ありがとうございます。なんか声がこんな感じです。あ、そうですか、ありがとうございます。うわー拾ってくれたんや。猫ババする気はもう一切なかったですか。全くないです。ゼロ。ゼロ。いい国だ本当。もうやっぱりあなたがいるからね今の日本あるんですよ。ありがとうございます。気分よく帰れそうです。ありがとうございます。もう東京五輪を呼んだのもあなたです。ありがとうございます。証明してくれました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。ちなみに一緒にいる方は彼女ですか。あ、奥さんです。奥さん、いい人選びましたね。やっぱりそういう人だって分かってました。見る目があるんで私。そうですね、本当良かったですね。猫ババする気も一切ないです。後でひどい目に遭うと。そうですね、心に染みた今の。後でひどい目に遭うんですよね、そういう方は。いい VTR だなこれ。後でひどい目に遭うんですよ、そういうことしてたら。ということで本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見事、はい、倍返し、倍返してましたね。やった来ましたよ。でもね、ちょっと僕あのこれ5000円から僕1万円にしましたよね。でもね、中身5000円なんですよ。京太郎がこれ、京太郎のミスですよねこれね。京太郎どういうこと。すいません、入れ忘れたの。入れ替えました。なんで入れ替えた。増額したのよ5000円、はい、いやいやいや嘘やろ。だからあれですよ、1万円じゃないですか。入ってた京太郎。じゃあ5000円で、5000円のツボですね。で1万円です。1万円ゲット。いや、やったやった。ゆきちゃんってあの、そうハイジ、ハイジのゆきちゃん。あ、そう、冴えてる今日寝起きなのに。本当いっぱい寝ました。寝起きなのに冴えてる。